はい、おはようございます。即価塾の久保でございます。皆さんご存知ですかね、日産自動車がですね、利益を9割減、利益ですよ。利益を9割減にして、内田社長がですね、もうお手上げだと。 世界的に打つ手がないという風なね、そんな声明を出しているんですよね。え、そして新型コロナウイルスなんですけども、まあ、タクシーとか屋形船っていうものを介して、もうすでにですね、全国にこの被害が広がってしまったということです。北海道から沖縄まで感染者が出てしまって、これからね、都市から田舎まで感染者が出ているってこともあります。こういう風に、もう立体的にですね、日本っていうのは新型コロナウイルスの本当にね、感染国として中国についてナンバー2になってしまったんですよね。えー、で、国立国際医療研究センター、 からも、まあ、声明が出ていましてです、ねえー、極限状態も、まあ、考えて想像して準備をしていかなければならないと極限状態ってことなんで皆様の住んでる町とかね皆様のお勤めになってるその会社とかそれから皆様の家族にまで 来るっかなりですね、今潜伏された方がキャリアとなって、日本全国縦横無尽にね、頑張って活動する人がいればいるほど拡散されるという状態になってきます。もちろんですね、物流に関する荷物とか食品にも新型コロナウイルスが移ってますので、多くの方が、 今、知らない間に感染をしているんじゃないかなと疑われるところが随所に見れるという風なね、そんな、あ報道でございました。で、クルーズ船の方も気がかりですよね。不自由な生活を、まあ、されていますけども、クルーズ船を隔離するのはいいけども、クルーズ船の中に閉じ込められた人は、濃厚感染をして、そして結果的にですね、この方たちも、いつまでも、あの、船の中に、 伊佐取得額にいきませんから、解放した時に全国に散らばっていくということになるのかなと思いますね。え、そして国会、桜を見る会なんですけども、まあ安倍総理がね、あまりにもね、ひどいんですよ。うん、安倍総理をはじめとする閣僚もみんなひどい。 で、官僚も、それに付き合わされざるを得ないという。で、文章の改ざんとか廃棄とか隠蔽とかね、えー、そういったものを繰り返してきて、もう収集がつかなくなっているところに、極めつけはですね、法の解釈を変えてまで答弁をし出したってことなんですよ。これ、ひどくないですか皆さん、どういうふうに思われますかねでも、こういうこと、今今日お話したこと、様々なことっていうのはね、皆さん多分ね、毎日が忙しくって、もうね、気にしてる暇がないし、はっきり言って何が起こってるかもわかんない状態だと思うんですよ。 おこれはね、すごく危険だなと。私みたいな暇な人間っていうのは、情報をリサーチしてリサーチして、いろんなものを細かく見るんで、なんで悪いのかってことが、やっとわかるんですけども、これね、 相当難しいですよ。相当難しいのと、わざとそういうふうな、あ、知らせ方になってます。それこそですね、私たちが、忙しいことによって、何にも分からなくなってくると。本当ね、奴隷状態と言ったら言い過ぎかもしれませんけども、忙しくって自分の足元を見るだけで精一杯になってくるんですよ。そして一部の知ったかぶりの人がですね、分かった気になって全く分かってない状態も作られているということになってきます。はい、ええー、原さんおはようございます。皆さんおはようございます。ええー、ということでですね、もう本当にひどい話になってきて、 たりね、一生懸命納税すればするほどそれはあ世の支配者の私腹を肥やすことに協力するという皮肉な結果になっています時にはですね私たちが一生懸命働いた財産こういうものに対してですね私たちは自分たちを縛るべき法律を作る人を雇っているという、ね、皮肉な結果になっていますまあ世の中にはです、ね、もう正義はないのかなと思っちゃいますよねで私たちはねもう海外に飛び出す準備をしているんですけどもんなかなかね目覚めが悪いとこの日本という国を 飛び出すす勇気もないですしねねそれから、ね、本当にこの国をなんとかね、まあ、住んでいたいなというかずっと日本人でいたいなという気持ちもあるんですけどもねただ先のことを考えたり自分の家族や、ね、子供のことを考えると自分だけの感情ではなくて本当に意義ある人生を確保しようと思ったらこの国にいていいのかなとかね。 そして、この国の指導者を任していいのかな、というところに来てます。え、そして、えー、安倍批判、それから政府批判をする人も、じゃあ自分で政権を取ってやってみればっていうことになると、いやいや、私は、みたいな感じになるわけですよね。うん、まあこういうところにね、本当に、私たちの、 ちょっと情けなさもあるのかなと思いながらでございます。それでは最後に一つだけ明るい話題ではないんですけども、えー、可塾の塾生さんにお伝えしていきます。え二つですね。一つはですね、この現状を打開するために私たちは報道の力を持って YouTube ってものを手に入れる必要があります。忙しいからやっぱりできないと思いますけども、これを頭しにすると知名談になりますからね、YouTube が一つです。で、もう一つはですね、例のやつですよね。例のやつ、久りに出ましたよね。 例のやつの動画を搭載しておきますのでそっか塾の塾生さんはポータルサイトの方から例のやつ最新情報をご覧くださいそれではいってらっしゃい